Thank 今年も残りりわずかとなりました年末は師走というだけあって年末挨拶に走り回る営業の方やお歳暮などを配送する宅配の方またクリスマスイベントでごった返すお店などどの業界の仕事も非常に忙しくなるものです。しかしか今年年は例年よりも 動きは少なくなっていますそれは新型コロナの影響で外出やイベントなどを自粛しているからです特に忘年会がなくなった飲食店などの経済的打撃は計り知れませんこのような不安な年末を過ごしておられる方々のことを考えると本当に心が痛みますさて 私は約8年前まで千葉県で庭師をしていました。1年で忙しい時期はやはり年末でした。きれいに手入れされた庭で新年を迎えたい。正月に家族が集まるので庭を手入れしておきたいというお客さんのご要望に応えるべく、とにかく、 走り回ってて仕事をししいましたそんな庭師の仕事のほとんどが庭に植えられた荒れ放題になっている木の手入れをすることでしたこのぼサさぼさに伸びた枝を切ってきれいに形を整えるその仕事を剪定と言いますところで当時 仕事を依頼してくださるお客さんのほとんどは、都会に住んでおられました。都会の住宅街ですので、庭はさほど広くはありませんでしたが、皆それぞれ、自分の好きな種類の木や花を集めて、庭に植えてガーデニングを楽しんでおられました。きれいな花がつくものや、おいしい果物がとれるものなど、 思い思いに好きな木を好きなだけ植えるのです。お客さんがホームセンターなどで植木を買ってきて自分で植えれる大きさというのはだいいた苗木の大きさになりますこれはいわばまだ子供のような状態で細く葉っぱも少なくて隙間だらけですので。 苗木を植えるときは庭が少し寂しく感じるぐらいですそこでほとんどの人がその隙間をまた他の苗木を買ってきて埋めようとするのですしかし実はここからが苗木たちの競争が始まるのです何の競争かと言いますと太陽からの光の 奪い合いです樹木も植物ですので日光が当たらなければ大きくなれませんしかし苗木がだんだんと大きくなってくると今度は隣の木の葉っぱが邪魔になってくるのですしかし植木は自分でこの邪魔な葉っぱをどかすことができませんので 仕方なく他の光が当たりそうな空間を探してそこに枝を伸ばして光を葉っぱに当てようとしますこれをそれぞれの植木が行うことにより日光が当たる場所の取り合いが始まりますそして何年かすると競争のためだけに伸ばした 無秩序な枝だらけになってしまうのです超特急で真上にピンと伸びた徒長子や光が当たるまでぐるぐる迷って伸びた枝ひどいのになると他の枝に絡まって自分で自分の邪魔をしてしまっている枝などもあります実はこのような無秩序な枝が増えれば増えるほど 木は元気がなくなってくるのですなぜならこの無秩序な枝は急いで日光の奪い合いの競争に勝つためだけに伸ばした枝ですのでとても無駄が多いからです無駄が多いというのは日光が当たる葉っぱの量に対して枝の長さが異常に長すぎたり また遠回りして栄養が送られたりしますのでとにかくエネルギー効率が悪いのですですからこのように無秩序な枝だらけになった植木はエネルギー効率が悪いゆえに無駄に養分ばかり取られて疲れた状態になってしまうのですまた見た目もごちゃごちゃしてむさ苦しく 風通しも悪くなり病気や害虫もどんどん増えてしまうのですこのように見た目や発育状態が悪くなるとお客さんは困ってしまいそこで庭師に木の手入れをお願いしてくるのですこの木の手入れには大きく分けて三つの選定方法があります ここでお客さんからの要望として一番多いのはとととにかくくくすす。っっきりと短く切ってくださいいいうお願いですこのような剪定作業を強剪定と言います。この強剪定は幹や太めの枝など骨格として使えるものだけを残してそれ以外の枝はどんどん切り落としていきます。 ですから、最後に仕上がった時には、幹と枝だけの骨組みだけの状態になり、見た目は非常にすっきりします。枝を切る庭師の方もストレス解消になるくらい、とにかくバサバサ切って仕上げるのです。お客さんもすぐに出た結果を見て、とても満足して喜びますし、庭師にとっては一番楽な作業になります。 しかし実はこの強剪定は木にとってはダメージが大きい定理になります木の骨格の修正や超コンパクトに仕立て直すためにしからなくそうするほかはありませんが基本的にはダメージが大きいですので真夏日などは絶対避けた方が良い切り方になりますまた 強剪定をされた木は、切り落とされた枝の代わりの枝を急いで伸ばしていきます。その時はもう、光が当たる当たらない、そのような場所を探すどころではなく、ただ上へ上へビュンビュン伸ばすのです。そして、あっという間に切る前と同じくらいの高さにまで戻るのです。しかしこの時、木にとってはかなりの量の 栄養分が使われることになりますそうすると次の年はまたさらに伸び伸びな枝の形になっているのでお客さんはまたすっきりさせてくださいと仕事を頼んできます。このようにもし強剪定だけを何年も続けているならば木は徐々に弱ってしまい最後には病気や虫に抵抗できなくなって 枯れてしまいます次の剪定方法は刈り込み剪定ですこれは表面の葉っぱだけを刈り込んで樹木の輪郭を強制的に作り上げるいわば自然界にはない姿を造形したてする手入れになりますこの作業は基本的に輪郭ばかりをきれいにして輪郭内や 裏側の枝ぶりなどはさほど気にしませんので外はかっちりきれいに中の枝ぶりは無秩序な状態になります実はこれも木にとっては不自然なな手入れ方法になります。当然風通しも悪く病気や害虫が多発するので基本的には農薬で管理をしなくてはなりません最後は スカシ剪定という剪定方法です。これは正直お客さんが望むほどかっちりすっきりしませんが樹木にとっては非常に理想的な定理になります。しかしこの切り方は時間もかかる上庭師の剪定技術がとても求められます。なぜなら割と細かい枝に至るまで一つ一つを目視し 将来的に良い枝になるかそれとも悪い枝になるか瞬時に判断しある法則に従って秩序を枝ぶりに再現しながら選定するからですその法則とは何でしょうかそれは山に生えている樹木に見られる法則になりますその法則について考えてみましょう 山に生えている樹木のことを自生していいる木と言います実はこの自生している木は長い年月をかけて自然という過酷な競争社会の中で生き抜いてきた強い木のモデルなのです庭先での競争はせいぜい枝の伸ばし合いくらいで済みますが山の自然の中の 過酷な環境はその木がこれからもそこに生存できるかあるいはもうすでに枯れてなくなっているかという木にとっても命に関わる競争なのですしかしこの最も人間の手が加わっていない場所である山の中こそ神様が最初に作られた状態に近い環境が今もなお保たれている場合が 多いのですその山に自生している樹木のどこが透かし剪定の切り方の法則になるかといいますと自生している木の枝ぶりの中に見られる秩序になりますそれはすなわち自然環境に適応する中で形成された枝ぶりになります。実はこの枝の枝である 自然環境適用の法則が木にとっては最もエネルギー効率の良い形になりますそして驚くべきことに自生している木というのは自分で自分の枝をこの自然環境適応の法則に従って剪定しているのです。動けない木がどのようにして枝を剪定するのか。 と疑問に思うかもしれませんがその方法とは光が当たらなくなって不必要となった枝は木が自分で幹とのつなぎ目を腐らせて雨や風などを利用して下に落とすのです。台風とかの後には枝がたくさん落ちていますが基本的にはあの落ちている枝は樹木にとって必要のない枝が多いのです。 拾っっててみたらわわかかかりりまますすがががどこか付け根に腐っているる部分があるのが分かります特に台風の勢力が非常に強い状態で直撃することの多い沖縄の樹木は自分にとって必要な枝は太くてしっかりしていて台風にも耐えれるようになっていますが不必要な枝は台風によって剪定させるので 自然環境適用の法則によってなされる透かし剪定の理想的なモデルになる木が多いと思います。このようにして自分の成長に必要な枝ばかりを残した木は力強く生命がみなぎっていますので美しい花と実を毎年たくさんつけるようになるのです。つまり 自生した木の枝ぶりである自然環境適応の法則に従って透かし剪定を庭の植木にも再現するならその植木はだんだんと元気になり花や実をたくさんつけるようになるのですしかしこのことをお客さんの庭の植木に再現している庭師は意外に少ないと思います。 なぜならお客さんはとにかくかっちりすっきりしてくださいというご要望が多いゆえに強剪定や刈り込み剪定の方が庭師の仕事として評価されるからです。また、透かし剪定はお客さんもご存じない方が多くまた、強剪定や刈り込み剪定に比べるとかっちりすっきりしないのでお客さんにも しかし選定について最初にちゃんと説明しておかなければ中には不満そうにするお客さんもおられるからですまた実際理想の枝ぶりになるまでには数年かかります毎回自然環境適応の法則で選定する必要性があるからですしかしか私は なるべくお客さんにこのお話をさせていただきお客さんの承諾をいただいた上でこの透かし剪定をやってきました果たしてどのようなことになったでしょうか最初に仕事の依頼を受けた時は花も実もつけなかった木が2年目3年目から毎年花や実をつけ始めますさらに 4年5年でほとんど枝も伸びなくなり木の形も安定してきますなぜかと言いますと透かし剪定を繰り返すことによって太陽の光を取り込むための無駄がほとんどない枝ぶりに仕上がっていったのですつまり樹木自身自分で枝を伸ばす必要性を感じなくなり その枝ぶりに満足して落ち着いてしまうのです。確かに、この状態まで持っていくには、ある程度の時間はかかりますが、自然環境適応の法則によって、透かし剪定をしながら仕立てていきますと、このような素晴らしい結果が生じるのです。私も毎回お手入れをするたびに、どんどん元気になっていく、 この樹木を見るのがとても楽しみでしたそしてこの結果を見たお客さんも喜んでくださり毎回私にあの切り方でお願いしますというご依頼をされるようになりましたここで聖書から学んでみましょう地は青草と種類に従って種を持つ草と 種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた神は見てよしとされた神様は地球を作られた時草や木も創造されました先にも触れましたがこの創造当初の状態に一番近いのが山の自然環境になりますそして山に自生する木は 自然環境適応の法則によって力強く生きておりその法則によって剪定する透かし剪定は庭の植木の枝ぶりに秩序を与えその結果どんどん木が元気になることが分かりましたつまり本当に木にとって良い状態というのは神様が作ったそのままの状態である。 ということですさらにこれは木だけには限らず生き物全体にも当てはまります当然私たち人間にも当てはまるのですここで皆さんに質問です地球が創造されて以来人間にとって何が一番不自然に変わったと思いますか答えは 食べ物です神様がエデンの園で人間を作られた時にエデンの園で食べていたものは果物ナッツ類、穀類穀でしたそしてエデンの園を去った後野菜類が入りさらにノアの洪水の後には肉類が入ってきました。 その当時は、今のように加工食品などはありません。また、ただ味覚を楽しませるためのお菓子もありません。しかし現在、私たちの周りにはこれらの食べ物が氾濫しています。大人も子供もこれらの食べ物が大好きで、特にストレスがたまるとスナック菓子を無性に食べたくなります。 最近まで私も甘いものやスナック菓子が大好きでしたしかし人間は不自然な食べ物である加工食品やジャンクフードお菓子などを食べれば食べるほど庭に植えてある木のようにだんだんと様子がおかしくなっていきます生活面において怠惰になってきたりイライラして 起こりやすくなったり、鬱になって人生を前向きに歩む気持ちになれなくなったりしかしこれらの加工食品をやめて自然の食べ物であるフルーツや野菜をたくさん摂取するようになるとまるで庭の木の無秩序な枝を透かし剪定することによってだんだんと花が咲き たくさんの実をつけるようになるのと同じ変化が私たちの人生にも起こるのです。聖書の中には実際にこのことを試した人たちがいます。ダニエルとその友人たちです。彼らはユダ王国から新バビルニア帝国に連れて行かれ宮廷で ネブカネネザル王にに使えることになりましたその時宮廷の食べ物すなわち現代の宝食の時代と同じような食事をするように要求されたのです彼らは今まで神様の原則に従ったシンプルな食生活をしていましたので王が提供する贅沢な肉魚酒 嗜好物などを食べることを拒絶するその根拠として10日間野菜中心の食生活を実践させてほしいと願い出るのでしたどうぞ下村を10日の間試してください私たちにただ野菜を与えて食べさせ水を飲ませそして私たちの顔色と 王の食物を食べる若者の顔色とを比べてみてあなたの見るところに従ってしもべらを扱ってください彼はこのことについて彼らの言うところを聞き入れ十日の間彼らを試した十日の終わりになってみると彼らの顔色は王の食物を食べたすべての若者よりも美しく またた肉も超え太っていたそれでカレイは彼らの食物と彼らの飲むべき酒とを除いて彼らに野菜を与えたこの4人のものには神は知識を与え全ての文学と知恵に悟いものとされたダニエルはまた全ての幻と夢とを理解したこのように 神様が最初に人間を作ったそのままに近いライフスタイルを忠実に実行するならば神様は喜んで健康面や人生そのものを祝福してくださるのです。まるで透かし剪定によって今まで無秩序だった枝が整理され自然のままの秩序ある枝ぶりが植木に再現された後、 たくさんの花と実を結んだのと同様に私たちも霊的活力に満ちあふれて精霊の実を豊かに結ぶことができるのです。そしてこのように私たち人間のライフスタイルと心の霊的な状態は非常に密接な関係があるのがわかります。 自然の法則は神の立法であるということすなわちそれは神の実界と全く同じように神聖なものであるということである神は肉体の機能を支配する法則を身体のすべての神経と筋肉と組織に記されたこれらの法則の一つでも 不注意にあるいは故意に犯すことは創造主に対する罪悪である。肉体が精神に及ぼす影響はもちろん精神が肉体に及ぼす影響も強調されなければならない。知的な活動によって促される頭脳の電力は身体の全部に生きを与え 病気に対する抵抗を計り知れないほど助ける健康を保つにも回復するにも意志力と国旗が大切であることすなわち怒りや不満や利己心や不純な心は健康を低下させるばかりでなく破滅的な影響さえ与えこれに反して快活無我 感謝の心には生命を与える驚くべき力があるということを明らかにしなければならない。聖書の中には心の楽しみは良い薬であるという生理学的な真理がある。これは我々の考えなくてはならない真理である。 神様が人間を作られた時に定められた実戒第6条の「命の立法」は神聖なものであり自分自身にも適応すべきであるということです。言い換えればこの命の立法を忘れて自分の勝手気ままに生きることは神様の立法である「あなたは殺してはならない」という。 実第6条を破る罪悪の行為であったということです。もし私たちが自分自身の健康に無関心であるならば私たちは自分自身の命を縮める行為として自分自身を殺しているということになるのです。そして もしこの戒めを軽んじるならば私たちの品性を健康に保つことは非常に困難になるのです食欲の奴隷となっている人々がクリスチャンの品性を完成することはない6,000年間人が罪を犯し続けてきた結果として疫病と苦痛と 死をもたたらしたそして終わりに近づくにつれて食欲を欲しいままにさせるサタンの誘惑もさらに有力となりさらに勝利しがたくなるのであるかつて私も人生の大半においてそのような生き方をしていましたそして その当然の結果として抗原病になり、今まで築いてきたものを一瞬で失うことになりました。しかし、神様の見前に今まで自分の生き方が間違っていたことを認め、そのことを悔い改めて神に立ち返ったとき、神様は私を許してくださいました。 そして新しい人生の再出発として今までの生き方を改革する必要性を感じた私は健康の原則について聖書から学び菜食のライフスタイルへと生活改善を実践する中で膠原病の症状はほとんど見られなくなりました神様はまさに 聖書の約束を実行されたのです。私が天を閉じて雨をなくしまたは私が稲子に命じて地のものを食わせまたは疫病を民の中に送る時私の名をもって唱えられる私の民がもし減り下り祈って私の顔を求め その悪い道を離れるならば、私は天から聞いて、その罪を許し、その地を癒す。この神様の御言葉の約束が、本当であることを私は体験しています。抗原病になった約8年前から、今日に至るまで、私は非常に高い免疫力が、 神様から与えられて、病にかかることがなくなりました。それこそ、歯医者以外、病院のお世話になったことはありません。それどころか、病気で失ったものよりも、さらに良いもので、私の新しい人生を満たしてくださっておられます。神様の律法に従った時には、このような素晴らしい経験に預かることができるのです。 私はこの神様の大いなる皆を賛美せずにはおられません。我が魂よ、主を褒めよ。我が内なるすべてのものよ。その聖なる皆を褒めよ。我が魂よ、主を褒めよ。そのすべての恵みを心に留めよ。主はあなたのすべての不義を許し、 あなたのすべての病を癒しあなたの命を墓からあがないだし慈しみと憐れみとをあなたにこむらせあなたの生きながらえる限り良きものをもってあなたを飽き足らせられるこうしてあなたは若返ってわしのように新たになる私たち人類は今 新型コロナの影響で不安な毎日を過ごしているかもしれません。しかし、神様が創造当初に定められた人間の生命維持のための秩序に立ち返るならば、この全世界を悩ます病、さらに次に出現するであろう疫病すら恐れることはありません。それもまた、 神様からの約束なのです。糸高き者の元にある隠れ場に住む人、全能者の影に宿る人は主に言うであろう。我が酒所、我が城、我が信頼しまつる、我が神と、主はあなたを狩人の罠と 恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその翼を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。そのまことは大館また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。 また暗闇に歩き回る疫病をも真昼に荒らす滅びをも恐れることはないたとえ千人はあなたの傍らに倒れ万人はあなたの右に倒れてもその災いはあなたに近づくことはないあなたはただその目を持ってみ悪しき者の報いを見るだけである あなたは主を避どころとしと高き者を住まいとしたので災いはあなたに望まず悩みはあなたの天幕に近づくことはない今まさに私たちはすべてを改革すべき時期に来ています神様との関係をもう一度見直しその関係を悪化させる要素はことごとく 排除せせねばなりませんしかし私たちにはそれを実行する力はありませんそれをお持ちなのはただ唯一の真ことなる神様だけです神様は私たちの心の中にある無秩序で不要な枝を剪定し完全な秩序を 再現してくださいますそれによって私たちは霊的活力にみなぎり天のエデンに帰ることができると信じて希望のうちに日々の生活を歩みたいと思います。それではこの学びを終えるにあたり一言お祈りをさせていただきます。 愛するご在天のお父様、私たちは自分の思い思いに枝を伸ばし、そして心の中に無秩序な枝がはびこっている、そのような植木のような状態であります。しかし私たちがあなた様が最初に想像されたエデンの園のライフスタイルに立ち返るならば、 世界的に萌えを振るっております新型コロナウイルスを恐れる必要性もなくまたあなた様とさらに親密な関係を築くことができるという約束を信じたいと思いますどうぞ主の霊によってこれが成し遂げられますようお願いいたしますあなた様の大いなる皆に ご横を着すことができますようにどうぞしもべたちを作り変えていただきますようお願いいたしますこの祈りを感謝して救い主イエスキリストのお名前を通して見舞いにお捧げいたしますアーメン